もうちょっと始まったんですか。そうですね。ハッピーママチャンネル始まります。お願いします。今日はですね、床屋さんですね。そうです。そう、はい、美容店のリプロ川村さんの川村隆夫さんにゲストさんで、来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、今日は緊張してますね、うん、私も緊張してます。いつもメインじゃないのでね、そう、今日は緊張してるんですけどはい、そうですね、はい、もうあれですね、結構長いですか、川村さんのあの利用店は。うちは、うん、そうですね、うちの親の代から始まって、うん、自分が2代目なんですけど。そうなんですね。親の代から数えると40年以上、うん、あ、もう40年。そうです。お父様とお母様がやられたってことです、うん、そうですね、最初。うん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 。あの辺はなんかさ、あれですよね、うん、あの家が昔はあんまりなくてって感じですよね。うん、でしたね。ねえ、そう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 。住宅街にはなったんですよ、今。うんうんうん。すごい。今はね、あのお家がたくさんあるからね。ですね。うん。結構あれですか、遠くからも、うん、あのお客さんとか来て。そうですね、あの近所の方は、うん、うちのお客、あの親のお客様は近所の方が見えてくれて、うん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 、自分のお客様は結構隣の町から、ね、そうなんですね、見えてくれますね。そう、私も先月お邪魔させていただいて、とてもあの女性の顔をね、こうやってそうですね、撮ってくれるんですよね。そう、とても、自分が、うん、あ、それはあれですか、あの親の代はなかったんですか、うん、女性のエステみたいなやつをやってるじゃないですか。あ、なくて、うん、まあ普通に女性のレディースシェービングはあったんですけど、うんうんうん、そう、今のメニューは僕が始めたっていう、うん、そうなんですね、うん、じゃあ何かこうお勉強されて資格を取ってみたいな感じ。資格まではないですけどね、あのこうラテ、ラテの、うん、あのアワアワはすごいですよね。アワアワのこの、ね、うん、あれはクレンジングがあんなに泡立つんですか。泡はそうですね、あの、うん、クレンジングのお顔の皮脂汚れとか浮かせてからシェービングするんで、うん、よりね、うん、そうそう、とってももうおすすめです。私は先月行って、いやいや、本当に感動しましたいやいや、ありがとうございます息子さんも来ていただいてそうですね、もう親子で行ってます、うん、そう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 、本当なんかこう、私もちっちゃい頃は親に連れられ床屋さんでね、あの小学生くらいの時は私は床屋さんで髪を切ってもらったっていう経験があって、その時にあのお顔をねこうやってシェービングしてもらった時のこの幼い頃の記憶が、あの泡がすごく気持ちよくて、うん、それがねなんかこうすごい覚えていて、でだんだんとこう美容室に行くようになったもんですからね。そうなりますよね。そう、大人になって、そう、あ、そういえばあの泡泡のシェービングはめっちゃ気持ちがいいななんてそう子供ながらにそう、子供の頃の記憶をねこう蘇ってきて、いや、なんかやってもらいたいな、シェービングみたいなね。そう、そこで川村さんにお邪魔したところでですね、そう、本当に、でも結構でも友達の中でも、やっぱ幼い頃に床屋さんに行って、うんうんうん、アワアワをつけてもらってシェービングをしてもらったっていう記憶を持ってるお友達多くってですね、うん、そうそうそう、で、そうだったね、あれは本当気持ちいいよねみたいな話をね友達の中で知ったんですよ。あ、そうですか。そうなんですよ、うん、で女性シェービングだけで来られるお客さんもいらっしゃいます？シェービング、うん、まあ少ないですけどね。あ、そうなんですね、うん、やっぱりあのフェイシャルのエステとシェービングを組み合わせで来る人が多いですか。あと、うん、あとうちの親父、あ、うん、うちの母親のお客様はカットしてそのままシェービングとか、うん、ああ、そっか、カット代に含まれてるんですよね、うん、そうですね、うんうん、あ、そうなんだ、ついでについでにね、うん、そうなんですね。
そう、もう本当おすすめで、もう本当に声ちっちゃかったですか？本当におすすめです。あの泡がもう何とも言えず気持ちいいですよね。気持ちいいんですよ。 あそうですか、うんうん、僕も受けたこともちろんあるんですけど、うんうんうん、なんか不思議な感じでしたね。不思議な感じですよね、うん、あの泡を乗せられてる時は、泡乗せられてる時ね、うん、そう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 、そうなんですよ。で、川村さんはあれですよね、理容店で生まれて、うん、で、はいはい、どっか修行とか行かれたんですか？自分は、うん、母親の弟さんがやってるお店があって、うん、そこで9年ぐらい修行して、うんうんうん、で今のお店に実家に帰って。そうなんですね。じゃあお母様の弟さんも床屋さんなんですか？うんうん、もう一家、うん、結構何代も続いてるようなお店で。あ、そうなんだ。そうなんだ。じゃあお母さんのご実家が床屋さんってこと？うん、そうですそうです。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、お父さんは床屋さん、うん、うちの親父は、うん、初代、ね、あ、初代でね。そうなんですね。じゃあもう家族でみんなでやってるって感じですね。あ、そうですね。うんうんうん。床屋一、床屋ですね。母親の側は本当、うん、床屋一族みたいな。あ、そうなんですか。ね、すごいすごい一族ですね。もうみんな床屋さんなんですね。うん、そうなんですよ。そうなんですね。じゃああれですか、そのなんか子供さんたちも床屋さんを継いでるんです。その自分のマスターの、うん、息子娘は、うんうん、まあ、みんな4人兄弟なんですけどね、うん、みんな床屋さん。あ、みんなそれぞれ床屋さんを。 す、うん、すごいですね。そうなんですね。長男がまたすごくて、うんうん、全国理容競技大会って年に1回あるんですけど、うん、そこで優勝したりとか、うん、わ、それで世界大会行ってまた成績残したりとか、うん、そう、結構すごい。へえ、うん、県内です？それとも東京かどっかでやってるんですか？それはもう全国大会なんで、うん、あ、全国大会、もう全国から北海道沖縄集まって、うん、集まってその中で一番取って、その中で一番。あ、すごい優秀ですね。すごいですよ。それは何を競うんですか？カット、うん、彼の競技は、うん、ね、決められたテーマがあって、うんうん、それを時間内にカットしてセットして1位を決める、うん、誰が一番うまいかっていうのを決める競技で、うん、その中で1位を取ったっていう。すごいですね。へえ、めっちゃ暑い、うん、暑い暑い、手照りが手照りが脱ぎます。脱ぎましょうか、ちょっと暑い。河村さんもそういう大会に出たりするんです、うん、あ、そうですね、うんうん、そのマスターがそういう競技大会のお店で、うんうん、そっちから入れてたとこなんで、うん、自分も出させてもらって、うん、そう、自分はもう全然県大会とかでは、うん、結果残せたんですけど、全国になるともう全然、うん、あ、レベルが違うんですね。レベルも、うん、足元にもって感じで。へー、うん、すごい。でも全国1位になったって本当すごいですよね。そうですね、うん、あれはもうびっくりしましたね。へー、その方はどこでお店を出してるんですか？彼はね、浜岡、お前崎市の浜岡でお店をされてるんですね。そうなんですよ。あそこで、うん、マスターのお店を引き継いで、うん、そこからもう1店舗、うん、牧之原市、静波の近くにお店を出したっていう、うん、あ、そうなんですか。すごいですね。手広くやってますね。いいお店なんですよね。なんかやっぱ特徴とかあったりするんですかね？めちゃくちゃあります。あ、そうなんですか、うんうん、どういったメニューをあれです？メニュー、メニュー、ちょっとすみません、そこあ、その彼のお店ですよね。そう、ね、なんつうんだろう、メニューはちょっと、うん、よくわかんないですけどね、うんうんうん、なんだろう、特徴はあるんですね、うん、あります、あります。そうなんだ。もうサーフィンやる、うん、やれるような人たちが来やすいようなメンズサロンですね。あ、そう、なるほど。静波だったらね、そういったね、お客様いますもんね、うん、へえ、メンズサロンなんですね、おしゃれしてる、すごい。場所も良さそうですもんね、本当に。うんうん、へえ、そうなんですね。で、川村さんのリプロ川村さんでは 何をメインというかあれですか？売りです。売り、うん、
売りは、うん、あのレディースカットは全般的に断ってるので、うんうん、あレディースカットはね、あそれはそんな、あそう、お母様がやられたりはしない、うん、しますします、うんうん、するんですけど、うんうん、僕のお客様は、うんうん、基本的にはお断りさせてもらって、うん、あの男性のお客様、うん、メインで、うんうんうん、やらさせてもらってます。あそうなんですね、うん、男性のお客様メインなんですね、うんうんうん、今どんな流行りのカットとかってありますか。今若い子だと、うんうん、フェードカット、フェードカットマッシュ、うん、うん、マッシュね、マッシュいますいます、あの息子の友達とか、うん、絶対いますよね、中学生ね、今今年から高校生ですけど、うん、去年とかまあね中学生だった時になんかこう可愛らしくねマッシュルームカットですね、はい、ああいう子結構いました。いますね絶対ね、流行ってるんですね。ですね、うん、どこ見てもマッシュみたいな、マッシュでね高校生特に多いですね。ああ可愛いですよね、うん、なんかねうちの子坊主ですけどまあまあこれからこれから、うん、そうなんですね、うん、マッシュとフェイドフェードフェードフェードカット、うん、うん、そうあれはそれは高校生とかもそういうやられてる人多いですか。ここはあの、うん、禁止されてるところがやっぱり多くて、あ見た目が、うん、あの奇抜というか、あ、うん、そうなんですね、ちょっと高校生にそがわないみたいなところあるんで、うんうん、そう、へえ、うん、じゃあ大人の方はそういったヘアスタイルをする方が多いですね、うん、そうですね、そうなんです。お姉さんもされてますよね。お姉さんもあのお店、姉、うん、姉もそうですね、うん、あの、うんうん、介護の仕事しながら、うん、そうですね、うちのお店を手伝ってもらって、うんうん、あそうなんですね、もう本当じゃあ一家でやってるって感じですね。そうですね、うん、うん、そうなんですね、そうかそうか、うん、結構あれですか、この間私やっていただいたあの、はい、ラテのフェイシャルは、はい、結構お客様それやられる人多いです、うんうん、少ないです、うん、少ない？少ないです、少ないです。本当？そうなんだ、本当みんなやったらいいと思いますけど本当ですか、本当にやるのが僕なんでちょっとそこに抵抗を感じるのか、少ないです。あ、うん、しかもめちゃくちゃ少ないです。少ないんですか、知らないだけなんじゃないか。いやでも、うん、僕もあのそこまで、うん、なんだろう、こう商品というかメニューにしてる割には、うん、こうあどうぞどうぞって感じてもない。サブ的な、ええ、よかったらよかったらやってみませんか、ええ、みたいなそんな感じです、はい、あすごい良かったんですけどね、本当に、うん、そう本当良かったんですよ、うん、なんかそうそうそう、お友達とかにもまあ言ったら、うん、でもすっぴんで帰るのはちょっとみたいなね、うんうん、絶対なんかあるんですよ女性そう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 、なんかやってもらいたいんだけど帰りがすっぴんだとみたいなね、うん、ことは言ってましたけどね、あのやってくれる人が男性かみたいな、うんうん、女性だったら行くんだけどなっていう、あそこはそうなんですかね、うん、抵抗が、あ私はなかったですけどね。あそうですか、うん、うんうんうん、よかったですよ、とっても本当に上手だなと思いましたよそうすごくあのフェイシャルのこの手のこの、うん、もう本当こう、はい、うん、詰まって言葉に詰まってるすごくね良かったですよマジで。そうですか、うん、あのなんだっけあの石、石、あはいはいはい、あのピンクの石、ローズクォーツっていう、うん、ローズクォーツで、こうなでなでみたいなのもやりましたよね、うん、あれってやっぱなんかあるんですか。あれはなんかあの、うん、そのローズクォーツっていう石自体の、うんうん、意味みたいなのが、うん、あの女性力、あん、女子力を上げるっていうなんかそういう、うん、あるらしくて、うん、そうでまあリフトアップとかも、あ、うん、リフトアップでね、そうな、あそうそうかそうか、ローズクォーツで、うん、でもまあ、うん、男性のお客様もすごいそれが気持ちいいって言ってくださいますしね、うん、あ男性の方でもそのローズクォーツでやる、うん、あやります、ですね、え男性の方もあのフェイシャルみたいなのやる人います？いらっしゃるの、いらっしゃります、いらっしゃいますいらっしゃいますか、いらっしゃいます、本当、え、じゃあ女性より男性の方が多いんですもん、うん、多いです、多いです、定期的に、うん、あのカットと
く付け加えてやっていくっていう、うん、セットでやるんですか、あのうもうすごいもう私服のやつを男性が、そうなんだ、へえ、毎回やってあのくださるお客様いらっしゃいますね、うん、あそうなんですね、カットプラス、うん、あのラテってやつですね、うん、フェイシャルラテですよね、ラテフェイシャルです、ラテフェイシャルか、はい、反対だったラテフェイシャルああ男性の方もやってく方いるんだ、うん、うん、確かにあれは本当に私服の時でしたよ押していただいてあのこうゆったりとあの座れるあの、うん、なんていうの椅子、はい、あれも本当にいいですよね、うん、なんかあの本当にもうリラックスできて、うん、そう本当に私服でしたよ本当私服でした、うん、あれ大体何分60分ですか、女性60分ぐらいですね大体、うんうんうん、なんかすごいあのゆったりした時間でなんか60分より長く感じました、うんうんうん、実際60分以上かかったかもしれないかかったかもしれないですよねそうですね、そう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 本当に心地いい時間で、なんかあのいつもこう忙しくね女性は動いてるですよ、あのご飯の支度とかね、はいはい、なんかもうそんなのもなんかその時間で癒されて、うん、なんかすごくリフレッシュできました、うんうん、そう言っていただけると本当に嬉しいです、至福な時間でしたよ本当に何度も言いますね本当にそう、なんかエステとかも あ、 そう、ね、あんまりエステとかもね行かなかったりするんですけどね、うん、そうそうそう、ああいう時間は大事だなと、うんうん、思いました、うんうん、そう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 、ただねすっぴんで帰らなくちゃいけないっていうのがね、そうですね、うん、そうそう、まあ、うん、私はもうマスクして車で家まですごい近いのでね全然平気なんですけどね、うん、うん、そう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 、よかったですよ本当に、港マラソンあったっすね、そういえば港マラソンありましたね、うん、昨日一昨日息子さん大丈夫でしたかね帰り、あ全然、あ全然あそこ引っかからずに、引っかからない、あそこね通らないんですよ、あのうちの近所通らなくて、なんかコース変わったみたいでそうなのですんなりでした、安心しました、はい、そうそうそう、港マラソンね、うん、今年やってましたね、ゲストランナー誰でした、知らないですよ、見てないんですよ、うん、どこも見てないなんか夕方からテレビでやってましたけどね、うん、うん、見なかったですね、そう、出たりしますか、出ないです、あれは出たことないですけどね、うん、見たことはあります、見に行ったことは、あ応援で、はい、うん、お祭りもやってますもんね、ですよね、うん、屋台出たりとか、うんうん、ねえ今年はどんな感じだったんですかね、うん、いろんな有名人出ましたよね、猫ひろしとか埼玉の何でした、あの方、あの方、埼玉の、埼玉の市役所の方誰でしたっけ、最近見ない、最近見ない、聞かないですね、うんうん、名前出てこない、公務員やりながら、うん、ああ埼玉の方でしたっけ、そうです、うんうん、その方も焼津マラソン来たんですか、来ました、一回走りました、うん、うん、あ猫ひろしは覚えてますよ、猫ひろしいますよ ね、 ね、何年か前ですよ、うん、10年以上15年くらい前ですかね、うん、うんうん、同い年なんですよ僕、本当そうなんだ、あへえ、いくつか分かんないけど44、そうなんですね、そうなんだ、うん、どっかなんか外国行きませんでしたっけ、カンボジアさんね、カンボジアに、ね、何のそうですよね、でなんかマラソンやっ、そうそうそう、うん、で行ったんでしたっけ、でした ね、うん、カンボジアに ね、なんか懐かしいですね、猫ひろしさんいましたね、うん、うん、結構焼津にもそういった有名な方も来るんですね、うん、マラソンにね、うん、最近なんかありましたよね、焼津、うん、に、焼津にあのあちょっと思い出せないんで、うん、いいです、いいですか、何でもないです、はい、マラソンに関すること、マラソンだったかな、いや違う気がします、うんうんうん、思い出せなくなっちゃった、思い出せない、思い出せない、うん、出てこない、出てこないですか、うん、そうかそうかね、焼津もなかなか、でも、うん、コロナもだいぶあれですね、マスクもあの、うんうん、緩和されてね、え
そう。でもやっぱスーパー行くときは私コンビニとか行くときはしちゃいますけどね。絶対しちゃいますね。お店でもあれですか、マスクでやってる。あ、もちろんですよ。あ、そうなんですね。ええ、うんうんうん。そうそう。なんかね、マスクじゃなくてヘルメットがほら、なんか4月1日から自転車乗る時のね。ですね。そう。結構ね、うん、おじいちゃんたちとかね、ちゃんとヘルメットかぶってね、うん、今日も走ってましたよ。あ、なんかすごい、ま、真面目で いいことだなと思って、うん、フルフェイスを、フルフェイス、そうそう、そう、ね、うん、あ、フルフェイスではないか。あ、違いました。このくらいの、そう、結構フルフェイスかぶってるあのご高齢の方見かけますけどね。うん、暑いですよね、これからは ね、うん、ですね、うん、結構本当おじいちゃんたちはみんな、うん、ヘルメットかぶって走ってて可愛いなと、うん、かわいい思いましたよ。ですね。うん、そう。でもあれですもんね。そんなあの努力義務じゃないですもんね。うん、そうそうそう、しないといけないってことはないですよね。ないですよね。うん、ねえ、そうそうそう、いろいろ変わってきますよ。本当4月からね。うん、そうそうそう。またやれなかったことも徐々にやれて、うん、ね、来るようになって、そうですよ、本当静岡祭りもね、今年やってましたもんね、この間までね。あれ、そういえば、うん、あのうちの近所の水天宮、ああ、そうですね、うん、明日ですね、明日ですね、うん、今日準備してましたよ。あ、本当です。提灯とかいっぱい、そう、お店は出ないかもしれない。え、うん、出店、なんか出店は なさそうな感じだった。そう、うん、そうそうそう、それで明日行ってみようかなね、今日お参りしようかなと思ったら、うん、もう役員の方とかいっぱいいたからね、うん、あ、本当です。そう、今日はやめとこうと思ってそう、提灯いっぱい出てましたよ、うん、ね、4月5日がもう絶対決まってるんですもんね、水天宮さんは ね、うん、ですね、曜日関係ないですよね、うん、そう、昔は大きくやってましたよね。あのですね、ね、ひよこ売ってたりとか。ああ、ひよこも売ってたんだ、うん、うんうん、うちも子供はなんかね、金魚をね毎年ね、そう、すくってきてね、うん、そう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 、金魚飼ってましたよ。うん、そう、昔はでも本当お祭りにひよこいましたよね。いました、いました。鶏とかになっちゃって、うん、私もちっちゃい頃困っちゃいましたよ。お店は水天宮さんの近くなんですか？あ、もうめちゃくちゃ近いです。え、どの辺ですか？ね、うん、中央公園、うん、わかります？石津中央公園。石津中央、ええ、あ、はいはい、わかります、うんうん、そこと水天宮をの間間、ああ、うん、ですね。昔あの岩崎さんの自転車屋さんが、ああ、はいはいはい、マリンサイクルっていう、はい、そうです、あ、まさに、そうだそうだ、うん、マリンサイクルさんありましたね。ありましたね。今引っ越しちゃいました。今大井川の方に引っ越しちゃって。あ、そうなんだ。ない、ね、ないんですけどね。うんうんうん。うん、なんかそこ彫刻。彫刻。彫、ん、彫刻かみたいな。うんうん、笑う、うん、掘る家み、うん。笑う彫。あ、そう、彫。テレビでも映ったりしましたよね。あそこ志村けんが行ったん。本当に？そうなんだ。志村けんさん来たんですかあそこに、はあ、へ。一緒に写真撮ってるところの写真を、うんうん、があったんで取材に来たんですよね。そうなんだ。志村けんさん。そうなんだ、うん。なんかテレビの番組の取材できたんですかね。そうですね。うんうん、結構一時期話題になりましたもんね。話題になった。彫刻。結構テレビ出てましたよね。うん。うん、そう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 。確か、あ、そうですよ、うん。今ないですもんね。引っ越しちゃったんですね。そう。なんか違うお店になってませんでしたっけ。あ、そうです。アルミ、ね、アルミなんとかっていう。ね。うん。うん。うん、うん、そこのすぐそばですよね。もう近い。川村さんはね。近い。すぐ近くですね。またさらに入っちゃうんで、うん、住宅街の中に。ああ。本当に まみれちゃって。ああ、住宅街にまみれてますね。うん。うんうんうん。そうですね。でもまあそのおかげでリラクゼーションメニューが本当にあのやりやすいっていうか。うん、うるさくなく、あ、そうですね、静かですもんね、うん、住宅街でね、うん、のんびりやれるし受けられる、うん、うん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 、そうですね。で、うん、駐車場も結構車止められますもんね、あそこ。まあそうですね、ね、うん、うん、そうなんだ。もうぜひぜひ本当にもうやってもらいたいです、受けてもらいたいです。私は本当に良かったです
そう、なんかワントーン明るくなりますよね、あの、あ、そうですね、うんうん、このシェービングしてもらうとね、うん、そう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 、そう、もうシェービングってど1ヶ月に1回じゃやりすぎなんですかね、どんなもんなんでしょう。月1ペースで来る方ってあんまりいらっしゃらないので、やっぱり2ヶ月、うん、2ヶ月、3ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月後ぐらい、そんなに結構飽きる。そんなペースですね。そうなんですか、まあ、気になったら、ね、気になったらって感じですかね、うん、うんうんうん、そう、うん、本当にね、ぜひぜひ泡もこもこで、あのクレンジングでまず泡もこもこにしてもらうんですよね、うん、そう、その姿を見たら本当びっくりするっていうくらい泡がいっぱい乗ってますよね。ですね。写真ないの？その写真、あ、写真ないね。撮らなかったですね。撮らなかったね。そう、泡まみれのね、本当に、あ、もうあとフィニッシュですね。もうぜひぜひ行ってください。本当に良かったです。もう本当至福の時間でしたんでね。あのラテフェイシャルですね。はい、はい、ラテフェイシャルを。もう本当体験してもらいたいです。本当に本当良かったですよ。そんな幼くても大丈夫。本当に良かったんですよ私は。そう、はい、じゃあ次の番組のご紹介をしましょうかね。もう早いですね、25分経つのあっという間です。はい、次の番組は柴原の聞くテレビですね。はい、じゃあよろしくお願いします。全部読まなかった。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ではお写真撮ります。はい、はい、こちらです。イエイ。はい、チーズ。はい、なんかちょっとした顔してますね。はい、ほっとしました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に